いや、それは、うん、まあ、皆さんどっかの都市で生まれてるじゃないですか、人はね。生まれた都市とその人との関係も、うん、もちろんございます。でね、例えばなんですけど、ね、今年ちょっと気をつけていただけなきゃいけない都市周りっていうのがございます。はい。で、これはですね、先ほどこれ5行の話で、木火土金水の5行で火が入ってる年回りなんですけど、まあ、分かりやすく言うとですね、1956年、57年、66年、67年、76年、77年と、西暦で言うと最後に6と7がつく年回りの人ですね、うん、は、ちょっとですね、金運の方で弱い傾向があるんですね。私、つかついてない。大丈夫、読んだね。大丈夫、読んで。私、5、4。危ない。なので、先生、ま、それがついてる方はですね、経済的なリスクとかですね、金銭的な、あまりそういう冒険はしない。例えば、こう、大きな買い物をしないとかですね、投資をしないとかですね、その、年回りの悪い時に、余計なことしないと。別に普通にしてれば、息吸ったり吐いたりして普通にしてれば問題ないので、余計なことをするとよろしくないことに受けちゃうんでね、それはお気をつけになった方がいいですよっていう年回りになりますね。面白、うん、そう、やっぱそうなんですね。うん、ありますよ。じゃあ本当ですか。あと、えと別にお話とかしていきますか。わかりました。じゃあちょっと待ってください。すごいね。じゃあですね、順番子に牛とらうですから、ネズミからしていきますね。ちょっと、ね、ごめんなさい、メモりますから。メモります。はい、はい、ネズミちゃんに関して言うとですね、うちの息子だ、はい、あら、息子さん、じゃあ年齢的には大丈夫だったかな。1972年のネズミさんですね。特に健康に気をつけていただきたいですね。はい、うん、1972年のネズミさんは、ね、まあ、特に健康に気をつけると。はい、うん、10歳ぐらいでしょうか、ね、今年50ですね。だから、ね、そうですね、1972年で、うん、で、2022年にネズミさんの場合はですね、何か勉強を始めたりとか、新しいこと、勉強がいいですね、習い事でもいいんですけど、そういうのを始めたことって、とりあえず趣味でもいい、趣味を極めるでもいいんですけど、それって結構ね、一生役立ったりします。例えば趣味で始めた、まあ、着付けを始めたとする、例えばですよ、うん、そしたらそれがなんか一生のお仕事につながる、うん、まあ、自分を身を助けてくれるとかですね、そういうようないろんな意味でその身を助けてくれることにつながるんでね、ぜひね、そういうことをしていただければいいなと。なんかね、こうコツコツ勉強したり研究したりするのにすごく向いてる年ですね、うん、あとですね、自分のためにお金を使うのはすごくいい年ですね。ネズミさんってもともと締まり屋さんなんですよ。どっちかっていうと経済的にしっかりしてる方なんですけれども、そういう方がお好きなね、今年は貯めるのが向いてる年なんで、貯めていいかなと。で、大きなものは買わない方がいいですね。ネズミさんはね、大きなもの買うとちょっと当たる後悔するかなと、うん、でもその自分のさっき言った勉強とかね、研究のためにお金を使うのはすごくいいので、使っていただければいいかな、うん、そうするとそのいいなっていうことを通りに生きることによって運が開くんですよ。その今年はこういうことするといいですよって言った時に、そういうことをなさることによって全体の運気がアップするんでね、ぜひね、そういう何か習い事とか見つけてですね、やっていただければいいなと思いますね。年年でも健康に気をつけなきゃいけないのは、うん、特に1972年生まれの、はい、ネズミさんがちょっと心配ですね。あとのネズミさんは、うん、今先生がおっしゃったように、大きなものは買わない方がいいよとか、勉強を始めるといいよとかっていうことが全部当てはまるっていう。そうです、そうです、そうです、はい、だから全部当てはまるんだけど、一個だけ特筆すると、1972年のネズミさん気をつけてねって話ですね。はい、はい、はい、ありがとうございます。はい、あとね、牛さんはですね、多分ここ2年ぐらいちょっと厳しかったと思うんですよね。うん、何かとですね、何かと厳しかったと思うんですけれども、今年寅年の年は
まあ、今までに比べてですね、いい方向にこう逆転し出します、うん、あのバイオリズムっていうのはぴょん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 飛ぶんじゃなくて、こういうふうになだらかに上がったりなだらかに下がるわけですね。わかりやすい例で言うと、飛行機でどっか違う国に行くと、飛行機でピュッと降りると気候が変わってるわけですね。こう急に暑くなったり寒くなったり、その国の気候になる。でも船でずっと行くと、だん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 その土地の気候に変わっていくじゃないですか。一気に変わんないですよね。あ、だん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 暖かくなってきたわーってなるわけですね。運もそうなんですね。いいよ悪いよって言われても、明日から急に良くなったり明日から急に悪くなったりするわけじゃなくて、だんだんそっちに向かっていくわけですね、船と同じでね。でその意味では牛さんっていうのは、まあ、ずっと今までこうちょっとここ2年ぐらい低空飛行だったんだけど、寅年の年からちょっとこう上空向き出すよと、まだポンと上がるわけじゃないけど、まあ、今までよく頑張ったねと、良くなってきたよって感じですね。だけどまだまだその絶好調までは来てないんだけど、もうその厳しい状態から抜け出せたんで、うん、よしよかったねと。で、牛さんっていうのはどっちかっていうと、こう自分からドッていくんじゃなくて、こう受け身の感じが多いんですね。もともと牛って中国とかでは農業をお手伝いする家畜だったわけですね、はいはい、牛ね、水牛とかね、うん、なのでどっちかとこうひたすらね仕事をするみたいな、こうコツコツと仕事するみたいな、そういう受け身的なところがあるんですけれども、今年ですね、もしですね、例えば会社を、任せるからやらないかとか、あるいは、まあ、親御さんとかがねそろそろ家業を継がないかとかですね、そういうような話が来たら、もう絶対受けた方がいいですね。うん、今年の牛さんはやった方がいいですね。うん、なんかお金とかでもそうなんで、いただけるものはいただいておいた方がいいと。うん、そういう自分から積極的にこの投資とかをするのを、これどうとか、そういうふうに動き、自分から積極的に動くのはよろしくないですね。こう、来るものは拒まずで、こう、ふっとベルトの上に乗っかったり、自然に動くんで、いい方に行くのは乗っかったらいいと思うんです。でも、自分からこう、しゃかり気になってやるっていうのは、おやめになった方がいいですね。まだね、運気がまだちょっと、やっと、こういうのから、こう上がり出したところなんで、その、今、ガシャガシャやる時ではない。あれ、ユミネは何年？私、まだまだ。ヘビだから、まだまだ。で、ね、次が、今、トラです。トラだ。はい。じゃあ、次、トラさんに行きたいと思います。いいですか？はい。トラさんはですね、そうですね。やっぱりね、この今年もね、トラがね、そもそも3つあるって言ったでしょ、さっき。2022年、トラが3つあるって。そこに自分がトラだったら4つ目のトラになっちゃうわけですよ。うん、だから、まあ、本当に喧嘩とかね、うん、争いに巻き込まれないようにですよね。ただし、うん、ただし、腐れ縁とかね、切りたかった縁があったら切りやすいですよね。あ、人間やっぱしがらみとかあるじゃないですか。だから切れない縁とかね、そういうのは切りやすいので、逆にその人間関係を清算するには向いてるんですよ。今年がね、だからまあ若い人はあまりないかもしれないですけど、人間40以上になればね、やっぱりそういうしがらみとかも出てくるわけですから、そういうのをピピッてやるにはいい年なんで、まあ、その悪いとこばっかり見てしまうと嫌なんで、その喧嘩っ早いですよ、争いが多いですよっていうのも事実なんですけど、できるだけいい面に向けてほしいので、その争いや喧嘩が多いっていうのを自分で自覚してですね、カチッってきてもこう我慢してね、そう、カチンってきて もう4匹目の虎、4頭目の虎だよとか思ったら、本当に些細な喧嘩じゃ済まないんですよ、虎だから。猫がね、その辺でよくガーってちょっと3分ぐらいこうじゃれて喧嘩したりするって、あれじゃ済まないわけで、虎ですから、もう半殺しになっちゃう。留守までやるってことですね。そう、半殺しになっちゃうわけですよ。なんせ虎同士だからね、あるいはぐるぐる回りすぎてバタになっちゃうわけですから、なのでそのやっぱり半端なく行っちゃうんでね、そうなったらお互いに辛いじゃないですか、はいはい、ね、猫のじゃれで済めばいいわけですけど、はい、そうじゃないんで、やっぱりそうならないためには、こうあやばいと思ったらもう逃げるが勝ちと、君主危うきに近づかず逃げるが勝ちっていうことでですね、逃げた方がいいと思います、はい、
揉めてるなと思ったら、そこに顔を突っ込まないという。そうです、そうです、そうです。なるほど。やっぱり見たい人は切ると、うん、で、ただし逆に言うと人間関係切るチャンスなんだから、そのいい方に利用してくださいと。なるほど、なるほど。あとですね、今年トラさんはですね、まあ、そういうちょっと厳しさもあるんですけれども、あれですね、あのなんかね、棚からぼた餅とかね、そういうようなラッキー、例えば相続とかね、まあ、相続を棚からぼた餅って言ってはなんですけれども、まあ、自分の努力じゃなくてそこに生まれたっていうのは棚からぼた餅みたいな感じでポッと来るとかね、予定してなかったお金が入ってくるとかですね、買う忘れてた株がすごい値上げしてたとかですね、そういうようななるかもね、そういうね、その棚からぼた餅がある感じですね。うん、なんか昔持ってた資格が急になんかクローズアップされて、なんか使えんのみたいになったりとか、そういうようなラッキーみたいなのがこうあるんじゃないかなっていう1年になると思います。はい、じゃあ次うさぎ、はい、はい、うさぎさん1963年ですね。うさぎさんになるとね、うさぎさんはですね、何かとですね、こう波乱万丈な1年になりそうですね、いいこともあるし悪いこともあると。なんでそのいいことも悪いこともあった、運が悪いとかいいとかじゃなくて、いいもあるし悪いもある、いいことがあって、わーいって喜んでたら、なんか同時に悪いことも起きるような、うん、そうだからね、いや疲れるって取らないで、面白いって取ったらいいわけですよ。そうそうそう、やっぱり ね、 楽しむようにね、そうポジティブに取らないと、はい、嫌なことがあって悲しいけど、でもこんなにいいこともあるんだから、まあ帳消しだよねとかね、そういうふうに、ね、そうそうポジティブに取っていただければいいなと思いますね。うん、でね、こう物事の展開が早いんですよ。うさぎさん普段そんな早くないんですけど、今年はね、なぜかね、ぴょん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 、だから例えば自分が気になってたことがパッと片付いちゃったりとか、あるいはうまくいったものが急にさっきなんてコロッと悪くなったり、展開が早い、だからついていけなくなっちゃうかもしれない、目まぐるしいんですね。で、人間関係も目まぐるしくなってきて、こう新しい人とどんどん知り合ったり、なんかそれまで仲良かったの急になんか疎遠になっちゃったりとか、こういろんな意味でこう、激動の1年って言ったらいいのかな。うん、はあ、多分振り返ってみたら、あ、なんか忙しくて何やったか覚えてないわみたいなね、そんな風にバタ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 、うん、バタ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 するんじゃないですかね。一体何やったんだろうこの1年って後から思うような、うん、だからまあそういう方時っていうのはですね、うさぎさんね、そういう年なんで感情のコントロールですね、自分が疲れてしまいますので全部ね、まあ、先ほどあのおっしゃられましたけれども、うさぎさんがね、その大変疲れるとおっしゃったけど、まあ、実際疲れるんで、感情のコントロールとかですね、あとそのちょっと手帳とか日記じゃないですけど、なんかいろんなこと書いておくとですね、一体私何やってるんだろうっていうのが分からなくなってしまうとよろしくないんで、そういうふうにしとくといいと思います。はい、じゃあ次た、はい、じゃあタツに行きたいと思います。あれ、トラです。トラか、はい、まだか。トラとヘビのね、強烈なコンビでお送りしております。はい、タツ、はい、はい、タツさんはですね、そうですね、ですね、もともとタツっていうのはですね、こうエネルギーが強いんですね。で、何でもこうガン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 やるところがあって、で、まあ、駅の流行り病でね、ちょっと1年間2年間滞ってたものが、先ほどの、2022年が陽ですね、陽、陰陽の陽、全部陽の気がいっぱいに来て、世の中が明るくなるので、それに合わせて自分もポンと弾けちゃうわけですよ、ね、それまでみんな弾けるんだけど、みんなこう陰でずっと暗かったのが陽になることにポンと弾けるんだけど、タツがね、特にポンと弾けちゃうところがあるんで、なんかまあそういうね、なんていうのかな、どんどん活動的になれば、活動的になっただけ、うまくいきやすいんだけど、ただですね、やっぱおっちょこちょいをしてしまうとね、例えばその活動的にやるためにこうガン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 いっちゃうがために、こうポコポコって抜けちゃったりするわけですね。そういうこうどん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 行き過ぎて、なんか持っていくの忘れちゃうみたいな、あるじゃないですか、忙しい時とかね、そういう伝達忘れちゃうとか、そういうようなポロポロっとしたミスをします。なのでそのそういうことは気をつけて、まあ、ミスを起こしやすいと、勢いが余って忘れちゃうみたいな、勢い余って通り過ぎちゃうとかね、そういうようなそのちょっとしたポロポロっとした、大事には至らないんだけどミスをするんでお気をつけくださいと。
であとはそうですね、何かやるときについついね広く浅くやっちゃうところがタツの傾向であるんですけど、まあ、とにかく集中してやった方がいいですね。あとビジネス的な話で言うと大きいお金が動きそうですね、タツの人はね。それまでに比べたらこう、それまで例えば普通の人だったら、例えばビジネスやってる人だったら普通のね本当に一人商売個人ビジネスみたいで、まあ、1000万2000万で動いてた人がですね急に5000万1億の動く、儲かるっていうわけじゃないですよ、私は儲かってるっていうわけじゃないんですけど、大きなお金を動くようになっていくと、まあ、そこでだから大きなお金が動くとですね、翻弄されてしまうことがありますので、要するに見慣れない桁になってくると人間っていうのは翻弄されてしまって正常な判断能力がなくなってしまったりすることもあるので、そこを気をつけになったらいいかなと思いますね。はい、じゃあ次ヘビさん行きたいと思います。ヘビさんはですね、ですね、ヘビさんは今年はある意味でうまくいきますね、いろんな意味で。クリエイティブなエネルギーっていうのがすごく動いてるんですよ。なんでその想像力を高めるっていうんですか、なんで例えば新しい企画をするとかですね、アイデアを生かすとかですね、そういうようなクリエイティブなことをなさっていくと、それがこう動き出して、いろんな意味でいいんじゃないかなって年ですね。で、まあ、ちょっと飽き性なところがあるんで、そもそもね当たってる。そもそもあの飽きっぽいところがあるんで、それは指年のせいなのね。もともとが飽きっぽいんで、そのなんだろうな、退屈が嫌いなんですよ。それで飽きちゃうんですよ。要するに同じことやってるとマンネリ化をするんですね。マンネリ化をしたことに対して飽きちゃうのは退屈が嫌いだから飽きちゃうんですよ。そうするとわざわざ自分から服を突っ込んでっちゃうことあるんですよ。つまりあるよね、あっちの水は苦いぞって分かってるのに苦い水を怖いもの見たさに舐めたくなっちゃうんですよ。そういうタイプなんですよ、もともと。なのでなんていうのかな、それを避けるためにはマンネリ化を避ける、とにかく退屈をしないように自分にね、そうわざわざ苦い水を食べに行く必要はないんで、その退屈しないように過ごすことですね。それがさっき言った今年は特にクリエイティブなエネルギーが来てるんで、絶えず考え事をしたりこうなんていうのかな、で実行するのは人にやらせればいいんですよ。そのアイディアとかそういうのをどん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 生み出しといて、それで人にそれをやらせる、動かすというような感じでいいんじゃないかな。だから企画が当たったりとか新製品がなんていうのかな売れたりとか、そういう年です。もうぴったりカンカン、はい、頑張りましょう。あとですね、今年のいいところはですね、今までちょっと壊れていた、人間関係とか、まあ、恋愛も含めてなんですけど、そういうのが今年はね修復しやすいんで、例えば、疎遠になってた人とかに、ちょっと連絡を取ってみるとか、別に意味のない人にとっても仕方ないんですけど、ちょっと知り合いでアドレス帳に名前はあるんだけど、電話番号は知ってるんだけど、あるいはメールアドは知ってるんだけど、もう10年も20年も連絡取ってないよねと、でもちょっと連絡取ってみようかなみたいなのと、こういい関係になりやすいので、仮に昔ちょっといざこざがあったとしても、そんなの水に流れていけちゃうので、まあ、逆にそういうのも活用なさったらいいんじゃないかなと思うんですね。あと今年目気をつけてくださいね。あ、もう去年やったよね、去年ちょっと手術してちょっと、はい、そしたらその後遺症っていう言い方をしてはちょっと厳しいんですけど、後遺症ではなく、とにかく目がね今年何かと来やすいので、手術なさったならなおのこと、駆使しないように、ね、はい、声は全部当たってるわ。自分のことはよくわかんないけど転換早いなっていうのは自覚してますの。だけど人のは全部当たってる、ね、人のは冷静な目で見れますからね。あ、はい、ありがとうございます。すごいすごい、半分来たところでちょっと一口お水飲ませてください。どうぞどうぞ、ごめんなさい。そうですよね。
まだ半分あげますからね。はい、じゃあ次、馬いきましょう。馬です、馬、うん。クリエイティブとまではいかないんですけど、新企画とか新製品に向いていますね。